ちゃんと稽古してきたものをしっかりと伝える。それが喜んでもらえるのがみんなのキャリアになって、糧になって、パワーになってるから、絶対自分たちのやりたいことを伝えるという意思を持って頑張ってください。はい、はい。私がお楽しみをと言ったらこれからだとぶち上げてください。はい、はい、はい、それでは全力で楽しみ切りましょう。お楽しみはこれから。 IPA 吉本パフォーミングアカデミー、どんな学校かというのを伝えていきたいなと思うんですけれども、歌、ダンス、お芝居、このいろんな多様なジャンルを学びながら、自分に一体何が向いているのか、何がこう、自分が得意としているんだろうっていうことを探りながら、エンターテインメントの即戦力を目指していこうという学校で、今は2年生やってます。で、もうまさに2年前に設立したばっかりで、1期生と2期生もう幅広い年齢が通っております。なんか変にこう背伸びせず本番迎えられたらなって思ってます。みんな最後楽しみたいっていうのが強いです。楽しく終わりたいです。さっきのリハで少し失敗してしまったんで、本番は大丈夫だと思います。最後なんだなっていうのをすごい実感して、ちょっと寂しいです。おまゆまゆの被膜式とは何でしょう。まぶたとまぶたを粘着させて舞台を作るのではなく、これで膜を作って膜を作る。膜を作られそうです。はい、すみません、お借りいたしますね。ワクワクしてます。楽しんでもらえるように私たちの全力を楽しみたいと思います。もうなんかこと紙セットしだしたらちょっとテンション上がるし、もうここまで来たんだなじゃないですか。なんか実感が私は湧いてないですね。でもなんか楽しくできそうな予感がします。これでここまで来たら行っちゃうよとか。その今まで院長っていうのはやったことなかったりとかそういうのもあったんですけど、自分を生かしながらやっていきたいと思います。ちょっとでも顔をちっちゃくなるよ。全部撮られてますよ。10分くらいになってますので、皆様お気をつけください。トイレ行きたい。みんな準備はいいか。はい、今日はみんな手伝ってくれてありがとう。はい、乾杯。乾杯。いいじゃない、やればできるじゃない。控えめなところが日本人っぽい、いいと思います。じゃあこのリズムでそのまま手拍子いきますよ。チャン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 。あー、いい感じ、いい感じですよ。じゃあもうちょっと早くいきましょう。夢は木丸さんですよね。はい、僕の名前はリュウです。大好きです。
僕と付き合ってください。今日入学式ですけど。俺たちクラスの恋愛学園組んだ3年 C 組。告白されたら100点、付き合ったら300点、大谷さんは1日1点などなど、完全なる点数制で我々は3年間恋愛できそうや。ヒューガキーはっ、今日の決勝のドカミー。まだ言えないだけでイカついとかに泣いて出てるに決まってんだろ。Every day I'm shuffling. Let's go!出演するんですけど、バイオリンを弾いたり踊ったり頑張ります。でも、こっちは歌ってないけど、ずっとここでやりながらあいつはもうやばい、今に倒れると思うよ。申し訳なくて、それはごめん、ごめん、ごめん。ちょっとさっき迷惑かけちゃったところがあったので、個人的にここからは挽回していきたいと思います。その後はですね、一番大きなダンスナンバーがその後控えてまして、その後に一番大きなお芝居が控えてるんですね。なのでどこまで全力を出し切って、どこまで余力を残すかというところが勝負になります。ダンスも良かった。良かったですか？僕良かったぞ。今ステージ運転の歌やってきて、僕アーティストになりたいんで、でボーカルのナンバーだったんで一番緊張してたし、一番かけてたんですけど、みんなから良かったって言ってもらったんで、次残りまた歌うんですけど、ちょっと楽しんでいきたいと思います。まだ2期生なんですけど、1期生も卒業なので、私たち最後まで全力で先輩たちを盛り上げたいと思います。後輩えっ、ちょっといいタイミングが1期生は2年で、それから2期生と出会って1年間、もうすっごくね、濃いね毎日を皆さんで過ごしたので、最後の最後まで今までやってきたものをステージに置いていきたいと思います。楽しめます。はい、頑張ります。過去を振り返るんだな。
て、自分がちゃんとここまで来たってことを支えにする。私は一人じゃない。続かなかったレニーから発信。マジ上がった。1年2年でなんかそれを踊れるようにはなったんかなってちょっと最近になって思います。今みんなが抱えている感情で今のありのままでぜひぶつかってお客さんの心をわしづかみにしてほしいなと思ってるんで、よろしくお願いします。ほんまにチンチクリンやったんが、これをもうちょっと磨いてみたらキラッとするとこ出てくるんちゃうかなと思う生徒が実はいっぱいいます。彼ら気づいてないかもしれないですけど。それでは最後の演目です。あ、この写真アサミイヤホンで何か聞いてるじゃないですか。何聞いてると思います？この写真、私の知ってるしかめっ面じゃないなって思ったんです。それさ、なんで今聞いちゃうかな。それさ、生きてる時にちゃんと言ってくれよ。分かってるはずだったのに、知ってるつもりだったのに、当たり前だったのに、何生きてる時に見失ってんだよ俺。年なんとかありえないから。ねえ、美味しいのかどうかくらい言ったらな。おー、美味しいな。もっと心込めろ。ハッピーバースデー to you。 さよならなんか言われたら今この世界。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。週末お疲れ様です。週末ですか。ありがとうございます。まあ僕たちを信じてきてくれてすごく嬉しかったです。なので、なんやろ。ありがとう。ありがとうございます。初めて出会った時からは考えられてもらって、別人にやってましたけどね。こんなこと、なんか思ってなかったから、本当にそれだったんですけど。1期生の子は2年間、本当に楽しく授業を一緒にしてくれてありがとうございました。ありがとうございます。はい、2期生の人はまた4月からもよろしくお願いします。全員残るようにうれしくお願いします。本当に偉そうなこと嫌だって言ってたくせに、今日最高の景色を一緒に見させてもらえたんです。それは客席からじゃなくて、なんと舞台上に上げてもらってなんか
あれって仲間になってありがとうみたいな映像で言ってたのに、仲間にしてくれたのはみんなの方なんだって、すごく、だから僕は感謝しかありません。最高でした。だから一番いい公演だったんじゃないかなと思います、今までで。楽しかったなっていうのと、もう終わっちゃうのかっていうのがあります。寂しいです。なんか僕は全く実感湧かなくて、もうなんか本当終わんのかなみたいな感じがずっともう今日の本番始まる前からしてるって感じです。まあそうですね、でも楽しかったっすね、めちゃめちゃ。後悔ないです。ちょっと悔いが残る感じに自分の中ではなってしまったのが寂しいんですけど、悲しい。自分の中でも本当に頑張り時でしたし、2年間近さありがとうございます。そうなんです、こういうところも、こういうところってさ、もうこういうところインタビュー受けてる場合ちゃうね。なんかもうなんて言えばいいの。え、もう寂しい。あれしかないです。初めて一緒にスクエアでした。それはどうです、それでやっぱ最後に聞きたいの。と立つとは思ってなかったんで、もともとで、なんか、やっぱ自分もやっぱそのプレイヤーとしてやっぱプライドがあるし、そのやってきたこととか、なんかそのなーなーでは立ちたくないなっていうのはあったんですよ。でもなんかどっかやっぱり技術とかじゃなくて、もうあの気持ちの面でやっぱその、あ、こいつらやっとここまで乗っかってきたなっていうのがあったから、じゃあ一緒にやろうかなって。で絶対一緒にやったらそのみんなもテンション上がるし、絶対いい、もっと相乗効果でいいものになるなと思ったんで、もうこれは決意してやって、グッときたっていう。いや私も一緒に立つことによって先生生徒っていうよりかは、ちょっとだけ芸歴長い先輩と、なんか0年目1年目みたいな感覚になったなっていう、同じフィールドでなんかこうできてるっていう感覚はなんかグッときますよね、やっぱり。出るよって聞いた時に、いやでも僕はもうあのゲストさんもいるしみたいな、最初ねゲストさんの話も出てているし、だからもう本当に、まあ、自分ができること言ったら前説かなみたいな話をしてやってたと。だからそれが自分の協力できることだっていうある意味思っていたんですけど、いろんな流れがあって、でも逆にちょっと出た方がいいなっていう流れになった時に、なんか作品に引き寄せられるなっていうことを僕すごく感じることがあって、今回は本当に作品が僕を引き寄せてくれたんだということを感じれて、だからだったらもうやろうと思って、そしたらもう舞台上はアーティストスグルがちょっとあんまり記憶がないんですけど、みんなと一緒にこうセッションできた、本当に最高の時間でした。そういうとこさ出過ぎてると、そういうとこ後半15秒ぐらいやべえ。それまでめっちゃよかった。